じゃあね、プレゼントね、また後日になっちゃったんですけど、はい、私に行きたいと思います。はい、いいですか？いいです。じゃあ行こう。ちっちゃん部屋にいるから。うん、見てわー、カチョケチー。あーい、こんにちは。出すの。プレゼント。何のプレゼント？お誕生日の。ねえ、その上に乗らないの。お誕生日の、うん、ありがとう。ミミックにシールついてるよ。ありがとう。なんかこのシールいろいろ取れちゃうね。ピピの送りもママの送りもじゃあさ、開封してみようか。こっち側の明るいところで、あのテーブルの上で開けてみようか。ピピ超パッチョンだ。似合う似合うよ、その方が。ジンかわいいね、ジン、シーちゃん。リミはこれが十分だと思うよ。うん、これがかわいいと思う。暗いかな、大丈夫かな。オッケー。なんか暗い？しーちゃん。いっか。はい。しーちゃん、しーちゃん。何？意味開けていい？うん、いいよ。うん。なんかね、いっぱいあるんだって。そう。へえ。ね。そう。いや、開けます。ほら、いつもさ、うん、あのさくらんぼとかで買ってるじゃん。うん、でも今年買いに行けないからね。うん、りみちゃんがいろいろ考えてね、うん、なんか考えたの？そうね。何考えてくれたんだろう。じゃん。何それ？これはね、うん、マニキュアとタオル。そうなの？ありーちゃんの好きなピンクと黄色をね、チョイスしたんだって。あ、そうなの、ありがとう。うん、うん、ありがとう。すごいシールだったよね。トリミがデコったの。ありがとう。じゃじゃん。リボン取れ、取れちゃった。本当はここにね。ちょっとリミちゃん、リボンちょっと取ってつけた方がいいよ。つけ直した方がいい。リボンがついてたの？そう、リボンついてたの。これ、この黒いリボンが、うん、この黒いリボン。袋がね、袋が超絶ダサかったからリボンでごまかしたんだよね、リミ。ごまかした。すごいきつくなってる。すごいきつく結んだの。結んだの。結んだの。あ、そう、それでいいね。はい、はい、どうぞ。はい、うん、ありがとう。これは何ですか？あの、うん、ピテ知ってる？知ってる、知ってる。100均のでしょ。あれ、今私持ってたような気がしたんだけど、ありがとう。全く同じの持ってた気がしたんだけど。え、そうなの？うん、ダブったか。ダブったね。リビ、これどこで買ったのかな。もう最近セリアとかでイチゴ色売ってるよね。そうなの？ひちゃん、ひちゃん、好き。はい、じゃじゃん、あ、百均の袋。百均の袋って言われてるよ。まあ、これは家にあった袋だからしょうがない。そっか、バレンタインの余った袋だから、ね、それはいいな。じゃそれは開けてもらったら、しおちゃんが。どうぞ。ありがとう。じゃテーブルまで。ひちゃん、次面白いのだから。似合いそうだと思ってね、しーちゃんにね。かわいいでしょ。あれ、はい、どうぞ。うん、なんでもない、ありがとう。次次いくよ、うん、じゃーん。ありがとう。ありがとう。え、このシール笑った？うん、このシールの飲むわけじゃないんだけど。何もらったの、しおちゃん？ミッキーとミニーのスマホケースもらいました。あー、いいじゃん。
いいよね、うん、ディズニー今度行ける日が来たら使えるね使えるね最後最後来ました。大鳥、そうせーの、じゃーん、どうどう、何もらったの、しおちゃん、しおちゃんもらった。ほんとね、ほんとね、かなおのね、キーホルダーかな、うん、もらっちゃったな、うん、見してください。これ多分ね、うん、あのね、うん、剣のやつだわ。剣、うん、日輪刀だな。そう、日輪刀のね、うん、あのね、うん、持つところのね、うん、ところにね、かなおがね、うん、こうぶら下がってるっ、ね、ね、うん、ごいなくて、すいませんね。詳しいね、開けてみる？詳しいよね、うんうん、ひーちゃんネットで見つけてたの？いや、そんなこと。欲しいの？欲しいの？欲しかったの？欲しかったの？欲しかったんだよかったね、じゃあ。よかった。そうそう、これいろんな種類もいるもんあるもんね。なんでそんな詳しいの？ネットで調べてたから。じゃじゃーん、じゃじゃーん。あれ、なんかあんま嬉しそうじゃん。あ、嬉しい、めっちゃ嬉しいよ。じゃあ、リビのものも一緒にギャンブル。なんでそうなる？怒ってる。なんでそうなる？私もだよね。これさ、撮んないでね、かわいいから。いや、撮ります。見せて、どうなってんの？こうなってて、シールがすごい。耳と鼻と耳についてるっていうシールが。そっか、かわいいでしょ。ほら、バブちゃんみたいで。バブちゃんみたいで、おしゃぶり。そう、はい、うん、かわいいね。これ一番でしょ、これ一番でしょ。どうした、しおちゃん？うん、なんでもない。嬉しかった、ありがとう。嬉しかったって、よかったね。どれが一番気に入った？どれが気に入った？どれが気に入った？うれしそうだね。これかな、これかな、これだけ。わあ、かなおは、かなおはよかった。全部全部全部。なんか怖い顔してる。怖い顔してる。なぜリビが使ってる？これなかなかいいね、だって。ひーちゃん欲しくなるよ、これ。いや、欲しいちゃんでしょ。なんというか。どうしたの、笑った？うん、なんでもないよ。ありがとう。じゃあもう動画始めよっか。動画始めよっか。これいい。うん、よかった。というわけで、ドッキリ成功。いや、これ大成功なの？そうなの？大成功。大成功？しもちゃんどうですか？わかりますか？何のドッキリか。わかります。もうこれで見た時点でわかりました。あ、それ見た時点でわかった。うん、え、最初は？最初は最初は全然わかんなかった。あ、わかんなかったやっぱり。うん、これだってね、一見わかんないよね。わかんなかったこれ。うん、これなんか新品だし。あ、あれの？でしょ。え、じゃあもう一応聞いてみよう。何のドッキリかまだ分かってないから。はい。司法のものをプレゼントして渡すみたいな。ラッピングして渡すみたいな。プレゼントとして。はい、ピパピパーン。誕生日にもらったプレゼントが全て自分の私物だったら気づくかどうかでございます。これ見て、疑ったの？疑った。うん、うん、だってこれも私が持ってる。そうそうそう、それこのシールも私だし、これも私じゃん。でさ、なんかこうなって疑って、これで分かった。確信。しーちゃん、しーちゃん、何かなおで気づかないの？じゃあもうここで気づいてたの。リミ途中でもう気づいてたんだって、カナオに行くまで。でもこれとこれはもう確実にしようなの。ね、これね、多分テレビに飾ってあるの。本当だ、ない。タンジルも隣にない。はい、ここから盗みました。ここ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 ですよね、皆さん。皆さんでもね、
ゃんが梱包してる動画上がってると思うよ、この前に。ないですね。気づかなかった？気づかなかった。もう気づかないもんだね。ずっと漫画読んでた。気づかない。ああ、そっか。このソファーのテレビの目の前のソファーで漫画読んでたりしてたのに一切気づかなかったってことでね。気づかなかった。やっぱ気づかないもんだね。ね。ということで今年はですね、はい、誕生日プレゼント買いに行けなかったので、はい、どうしようかなと思ったんですけど、はい、でもネットで買うまではいいかなと思って、でもなんか、はい、りみちゃんからプレゼントないのも寂しいかなと思ったので、うん、ママがなんかね、YouTube でやってる人がいたからそれを参考にさせてもらってあ、じゃあこれで行こうと思って今回はこんな形のプレゼントにしてみました。これプレ